さきちゃんの特技、今回は竹馬ご披露させていただきます。さ、それでは行きましょう。竹馬でございます。しっかり持って、そう、さ、竹馬に乗る時のコツは、一回乗ったら離さないこと。例えばこんなことがあっても離さない、そう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 、こんなことがあっても離さない、そうだよ。さ、こんなことがあっても、どんなことがあっても絶対に離さないんです。どうですか皆様。さあ、それでは行ってみましょう。竹馬に乗って一周歩くことができたら成功です。頑張ってよ。3、2、1、はい、どうぞ。さあ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 、こっちもこっちもこっちも、そう、転ばないように気をつけて、そうだよ。はい、こっち帰っておいで、真ん中まで。よし、やりました。ありがとうございます。竹馬頑張りましょう。前に、発想飛びご覧いただきます。それではいきましょう。予想取って、さ、まずは、はい、そ、逆立ち山登り、そう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 、下まで。さ、そのまま頂上まで登れ。よし、決まりました。さ、それではどんどん行きましょう。間を広げていきます。さあ、ここからは飛んで逆立ち、発想飛びという技です。頑張ってよ、前向き、よっ、いい、頑張れ、そうだ、よし、立って、オッケー、いった、のぶちょ、そうだ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 、まだまだまだ、よし、決まりました、前向き、そうだね。さあ、それではさきちゃん、ちょっと降りてください。続いてが、さきちゃんが飛べる限界の広さに挑戦です。一気に行きましょう。こちらの広さ、さあ、頑張ってよ。一気に難しくなったからね、さき、頑張れ頑張れ、前を向いて、さあ、集中してよ。行きましょう、ラストジャンプ、はい、よし、やりました。そうだ、さあ、頂上まで登って、よし、上まで、よっしゃ、よく耐えた。さあ、さきちゃん、最後の大技、いけるか、頑張って、はい、うん、バッテン、決まった、さき、さきちゃんは大道芸にデビューをして、これから日本全国各地を回らせていただく予定です。もしもお近くで見かけるようなことがありましたら、ぜひとも温かいご声援どうぞよろしくお願いいたします。お猿も人もみんな、みんな楽しい、反省日光猿軍団、笑いと感動、そして驚き、日光猿軍団。